どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今日は日本にある企業の中で社食が美味しい企業ランキングを独断と偏見で決めたので、今日はその企業を回ろうと思います。では行ってきます。初めに訪問したのはタニタ食堂さんです。こんな感じで食券で注文していきます。さあ、いざ店内へ。ご飯を自分で予想スタイルなんですけども、なんと白米と雑穀米の2種類から選べるんですよね。すごい、僕は栄養素が足りてないので雑穀米を選びました。こんな感じで、なんだか食堂スタイルというか学校の学食の強化版だなっていうふうに思いました。僕が頼んだものはローストビーフ丼、一番人気のものを注文しました。はい、こちら、ローストビーフバルサミコと赤ワインのソース仕立てという。いただきます。これ16穀米なんて久しぶりに食べるわ。美味しい。甘い、なんかローストビーフ。いただきます。ちなみにですね、ここの右下にタイマーがあると思うんですけども、こちらはタニタさんが、20分のタイマーをセットすることを推奨しているそうです。20分かけてよく噛んで噛みましょうっていう意図が組み込まれているらしいです。このパプリカとかジャガイモとかサイドメニューのサラダとかまで味付けもしっかりしてて美味しかったです。全体的にすごく塩分とか糖分が少なくて味が薄い印象でした。ただそれはまずいとかではなくて、また来たいって思えるぐらい美味しかったです。続いてやってきたのは国際協力開発を行っている JICA さんです。こちらの施設はカフェ以外の施設も充実しています。 JICA さんの中にあるカフェなんですけども、めっちゃ広かったです。僕が食べたのはエスタニックセット、タイの料理だった気がします。はい、ということで、いただきます。やっぱめっちゃうまい。どこら辺のレストランより美味しいかもしれない。それは言い過ぎたかもしれないけど、美味しい。なかなか日本では食べない味ですね。僕この間タイに行ってきたんですけど、タイで食べたエスタニック料理よりもチーズカフェの方がマジで美味しかったです。エスタニックセットが人気ナンバーワンらしいです。この時間でも全然混んでないんですよね。今12時ぐらいだけど、統一制限してるのにお米いっぱい食べちゃった。ちなみにですね、このジェイズカフェの充実度がかなり高くてですね、お菓子やコーヒーなども提供しています。こんな形でエスタニックな商品がたくさん買えます。例えばコーヒーとか小物とかいろんなものが売ってます。食後にこんな感じでコーヒーも頼めるっていう感じで、ジェイズカフェだからね、カフェも併設してるっていうことで、すごい美味しいです。コーヒーがそこまで強くなくて、カフェラテは一番おすすめなので、皆さんぜひ頼んでみてください。はい、ということでこちらがロート製薬の社食です。意外とこじんまりとしてるんですよね。でこんな感じで中は閉園間際だったのでめちゃくちゃ空いてました。僕が頼んだのはアジの定食なんですけども、ロート製薬ということもあって薬膳料理が有名なお店です。美味しそう。こんな感じでもうザ健康みたいなご飯ですね。はい、こちらアジの、全然ピントが合わないな。ピントは合わない。あった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 。そう、このアジ本当に美味しかったです。ロート製薬さんは栄養バランスを最優先に考えていて、こちらも味付けは結構控えめでした。野菜と魚とご飯と味噌汁が食べるっていうのは本当にもう何年ぶりかっていうぐらい久しぶりだったので、本当に心が豊かになりました。まあ、こんなところで働けるのはすごいいいなっていうふうに思います。味噌汁も美味しいんですよね。じゃ
ちらキュウリの漬物ですね。東京で一人暮らししてたらこういう食べ物を食べる機会が本当にないんでね、もう動画とか関係なく本当に染みました。はい、こんな感じで、美味しい社食がある企業を発表させていただいたんですけども、今回の企画は好評だったら引き続きやりたいと思いますので、皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。